デュクセルは、食用キノコ、玉ねぎ、または、エシャロット、タイムやパセリ等のハーブ、黒胡椒を細かく刻んで混ぜ、バターでソテーして、ペースト状に煮詰めたものである。クリームを加えたり、マデーラワインやシェリーを加えるレシピもある。ビーフウェリントン等、詰め物やソースに用いたり、付け合わせにしたりする。ペーストリーに詰めて焼き、タルトにすることもある。レシピにより、栽培。 または野生のキノコを用いる。野生のポルチーニを用いると、白、または茶色のマッシュルームを使うよりも強い風味になる。デュクセルは、17世紀のフランス人シェフである、フランソア・ピエール・ラ・バレンヌが発明し、彼の雇用者であったフランス原水、ニコラ・シャロン・デューブレが、デュクセル公であったことにちなんで命名したと言われている。多くの古典的な料理本では、 デュークセルを詰め物やペーストリーのフィリングとして用いる乾燥したキノコと定義している。オーギュスト・エスコフェエによると、キノコを乾燥させるのは風味を強くするためと水の顔料を減らすためである。生のキノコを用いた場合、その大きさに応じて大量の蒸気を出すため、これらを詰め物に用いると内圧が高まり、ひびが入ったり割れることがある。ありがとうございます。